夏冷え予防晩ご飯作ってみたいと思います。もち米入れます。お水入れます。30分置きます。くるみを細かく砕きます。かぼちゃを切ります。天板に並べます。で焼きます。水捨てました。同量の水、大さじ2抜きます。酒、ちりめんじゃこ、炊きます。くるみをかけてもう一回焼きます。オリーブオイル、醤油、炊けました。梅干しと入れます。人参の皮を剥きます。みじん切りにします。熱したフライパンに油を入れて人参を炒めます。レンコンの皮を剥きます。8等分にスライスします。
に片栗粉を入れてまぶしておきます。鶏ひき肉に酒、醤油、生姜少々、人参、混ぜます。挟みます。焼きます。はちみつ、しょうゆ、黒ごま、レンジにかけます。さつまいもを揚げます。あえます。鍋に水を入れます。沸かします。ネギを切ります。入れます。ネギ入れます。味噌入れます。ピーマンを切ります。レンジにかけます。
かけます。醤油少々。塩かけます。いただきます。大学芋いただきます。